ですけど、はい、何度か袖通したことがあるものの、はい、ちゃんとこう自分でコーディネート組んだりとか、一日こう袖通すってことはなかなか今までなかったんですけど、はい、やっぱりなんかこう着た瞬間にこう軽さ、はい、あとはまあこう柔らかさとか、はい、ハーブのこう動きやすさとかをまあ一番に感じたんですけど、はい、ありがとうございます。なんかこうデペトリオ の、 その特徴みたいなブランドとして、はい、なんかこう大まかにあったりするんですか？あります。ペトリロはですね、はい、ナポリでスタートしたファクトリーブランドなんですけれども、まあ、やはりナポリの気候などから、まあ、皆さんこうよく仕立ての軽さとか湿気とかもすごいですよね。そうなんです。でそういったところからくるとテーラーリング技術というのをふんだんに施した、まあ、仕立てで作られているのがまずペトリです。極めつけがやっぱり肩周りだと思うんですけど、やっぱり副素材を、まあ、いわゆる肩パッドのようなものを入れずに、なるべく軽い仕立て で体にフィットしてしっかり肩に乗るような、まあ、そこで、まあ、軽さを非常に感じていただけるんじゃないかなと、まあ、それが一番のペトリですね。ジャケットにちょっと合わせるパンツ探してるんですけど、はい、こういうクリームとの合わせもいいんですけど、もうちょっとシックな色で何か合わせられるのがいいなと思って、ちょっと見に来させていただいたんですけど、はい、この辺ちょっと80年代ぐらい、イタリアから仕入れてきてるんです。イタリア製ですね、はい、ちょっと太めですか？そうですね、太めで、タックも入る。このネイビーありですよね、全然。めちゃくちゃありだと思います。ちょっとじゃあ履いてみてもいいですか？ぜひぜひ。ちょっと大きいですね。まあ修正的で、はい、たまり具合とか、しかもすごい綺麗だなと思います。ジャケットどう？これナポリのデペトリオっていうジャケットで、結構手縫いのところとか。すごい仕立てがやっぱり軽くて、はい、素柄もしれないですね。はい、着ていますいいですか？イタリア自体行ったことないんですけど、まずナポリといえばこのエスプレッソは本当に美味しいですから、ね、なんせ食事が美味しくて海があって自然が近くて、で下町情緒あふれる町並みが他のイタリアの町とは全く違う、まあ、ナポリはもうナポリ国っていうぐらい独自の文化、生活があるので、それを味わうだけでも十分楽しめます。なんか自
分のこう印象としてこうナポリものにしてはちょっとこう端正な作りに見えるんですけど、なんか鴨下さんから見てそのペトリロのこうなんかブランドイメージみたいなのってあったりしますか？端正っていうのは例えばどういうところ？なんかまあちょっとこうステッチの入れ方とか、はいはい、まあいわゆるこのダブルステッチ入ってたりとかそういうことではなくて、てんこ盛り系のナポリとは違って、はい、ちょっとこうモダンな見え方が、はい、それはあのおっしゃる通りで、まさにそれがペトリロのいいところで、ペトリロの場合はハンドハンドマシンでありますから、はい、あのマシンの良さの綺麗な縫い方と、っていうのがうまくミックスされて、まあ、今の時代でしたらこういったあの洗練されたっていうかすっきりした見え方っていうのは今のマシャバ人とかすごくいい、はい、収まり方かなと思います。他にもいろいろペトリロちょっと持ってきた。これはモデルがいろいろあるんです。そうなんです。はい、ちょっと着てみたい。いい色ですね。グレイシュな。うわ、軽っ。もう完全背抜きなんですね。そうですね。あ、でもサイズ感はぴったり。どうですか、いけるんですか。この価格でこれが作れるのはこの会社だけじゃないですかね。そう思います、うん、まあアンコンで作ってるってこともあるけど、よりあのナポリっぽい、はい、軽やかな、ね、やっぱりダブルブレストの服だと特にそうなんだけど、もっと硬い服だとあの開けてもなんかカチッとしちゃってて様にならないんですけど、あのいわゆるカーディガン風に作るナポリの場合っていうのは、うん、ダブルも開けてもそう本当にカーディガン風を着るんで、そこら辺が様になりやすいですよね。それがやっぱりもうナポリの良さですよね。ちょっと 4B もこれはちょっと本当で、このラペルがどこら辺で帰るのかがこうあやふやなところがいいんですよね。いや、これも、まあ、素材が防毛系の、はい、本当に先ほど以上に、もっとドレープが出て、まさにカーディガンジャケットって、でも裏地全くついてないんで、そうですよね、はい、あれいや、すごい手干し。あ、ステッチですか。いや、手干しに見えるんだけど、すごい際に入ってるじゃないですか。はい。で、いわゆる AMF とかって、もうちょっと中に入れたがるんですよ。はい。いや、すごいね、これ。あの、ハンドだと、テーラーメイドのハンドだとこうやって地に入れられるんですけど、はい、機械だとなかなかこうミシンが落ちちゃったりして、あ、外れちゃうってことですか。はい、日本の工場さんでは絶対こんなことやってくれないんですよ。要はこれがちょっとでも落ちたら B 品が使えなくなっちゃう。そうですよね。ナポリに B 品はないA か C か C。 星さんだったらこれどんな感じで着こなしますか。サイドアップ、ノータイ、どっちもありだと思うんだけど、そうだな、まあ、今は割と自分は、今日もそうですけど、割とワントーンで、あんまり色バラさないで着る方が好きなので、まあ、同じようなトーン、ちょっと たまたまここに似たような色のパンツがありますけど、こういうベージュからブラウン系のトーンで、まあ、ここも割とこんな色の、はい、まあ、ニットをね、はい、持ってくれば、なんとなく、まあ、洒落てるなって。靴はね、やっぱり茶色ですけど、ただ、茶色ってあの色によって赤茶、はい、金茶、焦げ茶、いろいろありますよね。割とあまりこう赤みが出ない、ね、
ところがいいので、抑えた感じの、まあ、サンドっぽい色とか、グレイッシュなブラウンとか、うん、すごい、そこがすごい大事かなと思います。どうですか？大変気に入ってました。いいですよね、でもね、うん、こういう、本当にあのさっき言ってたけど、コスパ大事じゃないですか、はい、当然お金払うわけですから、はい、既製品で、まあ、ナポリっていうかイタリアのいい、なんでしょう、ストーリーのあるっていうのを着るのには、それ相応のお金かかりますけど、そういう中ではまあ割と手に届く贅沢品だと思いますので、はい、25歳です。もう25歳なのに十分です。少しずつこういうところから学んで、まあ、ステップアップしていけるでしょうし、はい、自分の年になってもこのぐらいは十分だったら着たくなると思ったら、うん、なかなか良くなるシステムもつまんないので、ピザでも食べて。あ、ぜひ。ピザさん。はい。すみません、マルゲリータを。はい。2枚。2枚。お願いします。かしこまりました。